二十を人尊教の伝体会研修を始めたいと思います。で、人尊教の会長西島会長、よろしくお願いします。はいはい、こんばんは。急に寒くなりましてね、紅葉もね、そろそろいいかなっていう時期になってきましたけれど、実教育会の人尊教育会に、今日の全体集会にこんなにたくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます。歌人でいらっしゃる富谷先生、とってもいいお声で先ほどリハーサルをしましたけれど、本当心に染み入るような素敵なお声で、子どもの人権に対することとかいろんなお歌を歌っていただいて、私たちも、安らぐって言ったらおかしいですけど、癒されながら子どもたちのことも真剣に考えてまいりたいと思います。今日の先生の、お歌の中から、歌人でいらっしゃる先生のお歌の中からですね、皆さん楽しい思い出とこれからやっていこうというような気持ちが湧いたらいいかなと思います。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速先生を紹介したいと思います。日々の幸せを歌う歌人、園谷敦子先生、よろしくお願いします。皆さん、すみません、皆さんこんばんは。こんばんは。園谷敦子と言います。今日会場に着いたらものすごく楽しみにしてますって言っていただいてですね、で古くから応援してくださっている方が来られたりですね、あさってたたら保育園でコンサートをするんですけれども、たたら保育園の皆さんがいらしていると聞いて、なんかどんどん緊張がプレッシャーがどんどんもうなんかやってきていますが、今日は皆さん1時間半ぐらいどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。歌です。育みの空。飛び立つもの、子供で
きますけど、ちょっと恥ずかしいわって方も、ね、心、自分の心を感じながらこの歌を聴いていただけたら嬉しいなと思います。いいよいいよ、深呼吸しよう。胸の真ん中に手を当てて、ここに来ているあなたを感じよう。歌を持ってきています。歌お好きですか？ありがとうございます。
私の歌なんですけれども、こんな感じで、ありがとう、ありがとう、愛してる、愛してる、嬉しい、嬉しい、感謝します、感謝します、こんな感じで一緒にいい言葉を歌っていただけたらいいかなと思います。2番はですね、大好き、かわいい、すごいね、かっこいい、ついてる、運がより全部丸、うまくいく、いい言葉ばっかり言えるようになっています。こういうね、いい言葉、みんなでこの歌を歌うときってなんかこう空気が明るくなるような気がするんですね。なので今日皆さんが帰って寝る前にありがとうって自分に言ってくれたらですよ、たたらコークはなんか今日の夜ちょっとこう明るい感じになるんじゃないかなと思います。それが続くともさらにですね、いいんじゃないかなと思ったりします。では、音楽を流しながら、楽しい感じでいきたいと思います。ことのハウト、自分にありがとうと、あとできれば一人だけでいいので今日か明日いつもありがとうねって言ってみてもらいたいなと思います。
金柑の木、ですね、金柑の木、金柑の花の花言葉が感謝と思い出なんですよ。だ歌詞を書いていく中で最後の方に言葉、もうちょっと言葉欲しいんだけどなと思って金柑の花言葉を調べたら感謝と思い出だったので、ぴったりだなと思って歌詞の中に入れています。それもどこに入ってるかなって思いながら聞いていただけたらいいなと思います。金柑の木。自分を責めているそのカードじゃなくて、2人で笑い合っているところだったり、楽しかった、どこかに行って楽しかったとか、そういう楽しかった方を選んで生きていこうよっていう、そういう歌になっています。思い出カード。僕との日々
始められるんだ。
もう地域の皆さんでもなんか触れ合うっていうことをもっと大切にしたらいいなと思います。小学校ではね、あの保護者の方に今のうちにぜひ触れ合ってくださいっていうお話をしたりしています。では次にプレイグラウンドといって、面白がろうねっていう歌を作って、あ、でも大丈夫かな、時間は大丈夫かな、あと3曲です。プレイグラウンドという歌を聴いてください。私ができるぐらいの踊りです、私は自分で作った歌を歌いたいと思って歌い始めているので、あのオリジナルソングなんですけれども、やっぱりこう一緒に参加してもらった方が楽しいかなと思ってですね、歌はですね、三輪車と尻尾という歌で、夢を乗せて走る走るリン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 三輪車と尻尾、こんな歌です。YouTube とかにもあるのでよかったらですね、これはですね、振りがですね、夢はハートです。夢を乗せて走る走るリン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 三輪車と尻尾、ありがとうございます。あのお好きな方はやってください。あの苦手な方はやらなくていいので、あのもう無理にとは全然言いませんので、もう一回言ってみますよ。夢はハートです。夢を乗せて
走る走るリン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 、三輪車と尻尾バカ夢を乗せて、回る回るルン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 、三輪車と尻尾。ありがとうございます。もうお父さんたちがものすごく可愛いです。もうすごいときめく、もう本当もう幸せ、もう私が一番幸せですよ、いつもこの時間は。皆さんありがとうございます。え、子供たちも可愛いけどね、あの大人の皆さんも、もうね、本当本当本当ありがとうございます。途中でね、こうぐるぐるのとこがあるんですよ。不思議な場所さ、ファンタジーで、ファンタジーピース、可愛く私の方ピースをあげてくれればありがとうございます。で、次は今度はこっちで反対でピースです。あの私しか見えてませんので、あのよかったら一緒に踊ると楽しいかなと思ったりします。これ吹奏楽の皆さんとレコーディングしたんですよ。では行きましょう。三輪車と尻尾。私はずっと踊ってますので、よかったら真似してください。になります。何か感じていただけたでしょうか。自分の命を大切に、思っていただけたらいいなと思います。笑顔が増えてくれたらいいなと思います。なんかこう自分にもありがとうだし、自分にも大丈夫で、周りの人にもありがとう、そして元気がない人には大丈夫だよって、そんな言えなくても、ただ笑顔で挨拶するだけでも、それってすごく大切なことなんじゃないかなと思います。今日こんなね、知らない人が出てきてですよ、自分の歌を歌ってですよ、こんな不幸話したりなんやかんやしてるのを皆さんが笑顔でこうやって受け入れてくれて、一緒に踊ってくれて、これって人権じゃないかなって、身近な人権ですよね。こうやって知らない人、歌を仕事にしてる人、知らない人を受け入れて笑顔で、それだけでもいいんじゃないかなって、まず小さなところから、私はそういう小さなことしか言えないけど、そこからちょっとずつちょっとずつ、ますますね、この航空が明るくなってくれ
と思います。じゃあ最後に、優しい風という歌で終わりたいなと思います。銀河系を探してもあなたの代わりはいない、大切だよってもう2002年からずっとずっと歌い続けている歌です。では最後に優しい風。後ろにいるので何か声かけていただけたら嬉しいです。今元気がないわって方は握手でも女性の方限定でハグもしますの でしおりを後ろに置いてるのもぜひもらっていってください。いつも私のこと書いたチラシがあるんですけど今なくなっちゃってだからぜひしおりだけでもこんな私が撮った犬とか花のしおり言葉が大丈夫とかありがとうとか載ってるしおりだけでもぜひ持って帰っていただいて今日のことをねまた思い
見て思い出していただけたら嬉しいなと思います。あの CD も買っていただけたらもっと嬉しいですけれども、ではそうだな、声は後ろに届きますか、届きますか。じゃあ最後に、アカペラで歌おうと思います。一期一会という歌をずいぶん前に作ったんですけど、私はこういうお仕事なので今日お会いした皆さんと次会えるかどうかわからないじゃないですか。会いたいですよ、会いたいです。でもいつ会えるかわからない、だからもうこの時いつもいつもその時をものすごく大切に大切にと思っています。そういう感謝の気持ちを言葉じゃなくて歌にしようと思って作った一期一会という歌をアンコールいただいたので歌いたいと思います。ありがとうございます。なんか一瞬一瞬の積み重ねで今日今楽しく変えても楽しく、そうやって楽しい時間が皆さん増えていってくれたらいいなと思います。今日の気持ち、感謝の気持ちを込めて一期一会。今日ここで出会えたこと、ありがとう、ありがとう。一期一会のこの瞬間を共に生きてる、ありがとう。また出会えると信じていよう。心を込めて今ここを楽しんでいいよ、今ここを。今日ここで出会えたこと、ありがとう、ありがとう。一期一会のこの瞬間を共に生きてる、ありがとう、ありがとう、ありがとう。すいません、ちょっと最後感動して声が震えて一番嬉しいでした。ありがとうございます。本当はそこまで今日本当素晴らしいこの時間、本当ありがとうございました。もう一度先生に